番後ろまで戻りました。上本ロングフィード、根本が出てきます。おっと拾った、大川折り返しシュート、追いついたベガルタ仙台、最後は菅井、一瞬の隙、一瞬のミスを見逃しませんでした仙台。マリノスの方守備集中できていたので、こういう一瞬のミスでしか仙台の方なかなか均衡破るの難しいのかなと見ていたんですけども、これをただ頭さんやっぱり逃さないのが J1 なんですね。J1 でしょうね、ここもしっかり決めますからね。